どうも、酒は二十歳になってかまさんです。こんばんは。2022年の10月の25日です。ジントニックテイストノンアルですね。はい、今日は休館日で、はい、飲んでおります。ジンの香りかすかにあるか。砂糖水ですわ。ありえない、ありえない。はい、ということでいきましょう。ソットの日第三国志でございます。よろしくお願いします。おかしいなと思うんですね、この画面を見ていらっしゃる方。はい、これはサブのアカウント黒もみじでございます。現在ここはですね X1034 大使欄間でございます。本日12時にオープンしております。グローバルですね。はい、おいおいまさやん、どうしたんだいと。はい、まだ飛燕支店お世話になってる X031 あるだろうと。はい、やっておりますよ。それももちろんやっておりますけども、まあ、これには理由がございまして、日曜日のねライブ配信をご覧いただいた方はご存知だと思うんですけども、実はあの家族ね、家族あるじゃないですか。家族、この家族で、まあ、一つ大きなね機能として武将の貸し出し、ね、これがあると思うんですけども、実はどうやら、過去90日間ですね、うち勢力値がまあ1万以上超えていないと貸すことができないような仕様になっているようでございます。で、私のサブアカ前期一応稼働はしてましたけど、多分1万いってなかったと思います。はい、全然いってなかったと思います。ということで、次のシーズン、本枠のシーズンが始まるまでに1万にしなきゃならないと。貸し出せないと。ということでございます。これ1万に上げてすぐ貸し出せるかどうか、ちょっとまだね、家族のその貸し出しシステムのことをね、まだ実際やったわけじゃないのでわかんないですけど、でもとりあえずちょっと1万には上げとかないと、だから厳しいようだというところでございます。はい。で、まあ、何を貸し出すんだいって本枠に。最初は本枠の投園、まあ、劉備を投園に変えて、サブから劉備を借りると考えたんですけど、まあ、クールタイムが108日あったりしますしね、なんか現実的ではないなというのもあったりして、まあ、借りるとすれば、まあ、賃給か、総順関東宅。そんなでもないなっていうところなんでございます。ただね、ただ、僕、義角と王位をね、無料ですよ、どっちも。引き当ててるんですけど、まあ、これ、借りたいって、他のね、家族の人で貸してくださいというパターンもあるかもしれないので、まあ、そういったことも考えて、とりあえず、はい、勢力値1万目指して、まったり、スーパーまったりやっていきたいと思います。で、今回ですね、せっかくなんで、途中加入システムを利用しました。はい。あんま。はい。本来は途中加入でない予定だったんです。普通に、エントリーして、実はそのライブ配信で個人で最初エントリーしたんですよ。昨日の12時かなぐらいが、10時かなが、まあ、締め切りだったんですけどね。で、ちょうど、古今東西さんっていう方、私の動画を見てくださったり、コメントをたくさんいただく、大切な視聴者様なんですけども、いつかマッサージ店に行かないといけないんですけどね、経営されてる。はい。まあ、その方も、ああ、じゃあ私もちょっとサバーか、勢力値1万にしたいので、
一緒に行きましょうよって、同盟作ってくださいと。わかりましたということで、私日曜のうち同盟を個人エントリー一回取り消して同盟を作って、でここの東西さんはちょっと待ってたんですよね。待ってたんですけど、もうそっからもすっかり忘れてて、今日なんか昼過ぎぐらいに車ブーンと運転してて、ふとあれ今日開始じゃなかったっけ大使なんかで、開いたらすでにオープンしてました今日ね。あーやらかしたと思って、ここの東西さんに謝罪いたしまして、まあしょうがないんでこれ、もうお互いね個人で、途中加入しましょうということでですね、今回入ったんですが、ここで奇跡が起きました。まあ奇跡なのか、まあ、そういう仕様になってるのか、ちょっとね確率、完全確率だったのか分かんないんですけど、なんと古今東西さんもですね、1034駅州に生まれたという奇跡。まあ私が途中加入して、多分その直後、多分5分後ぐらいにね入られたと思うんで、まあそこの枠に入ったのかなというところで、入られたというところで、ラッキー、はい、主人戦を立ち上げてやっております。はい、まあ勢力で1万までねゆっくりまったりやろうと思います。で、途中加入システムについてちょっと実際僕がやったので説明しておくんですが、まあエントリー漏れちゃって忘れてたよって、私みたいね、エントリー忘れてたよって、今日から始まりますって。で、もう12時になったら、途中加入、いきなりもうエントリーできます。できます。で、途中加入エントリーは大体、シーズン始まって2週間ぐらいまでですかね、なってます。何日までって決まってます。それと、途中加入エントリーできる時間帯があります。はい。これが、朝の10時から夜の10時までの12時間です。この間でしか途中加入エントリーできません。朝の10時から夜の10時まで、12時間。この間に個人でエントリーしてください。そうするとですね、どれくらい待機するのかなと思ったら、もう10秒でした。10秒。なんかカウントダウンが始まって、10、9、8、7、6、0ってなったらもう飛び立ちます。そのサーバーに。ポン。で、この途中加入はですね、サーバーを選べません。今回は X1034 と X1035 2つに分かれましたけど、選べません。そして出生州も選べません。出生州も選べません。つまりエントリーしました、19876530ってなっていきなりボーンって生まれます。はい。なのでまあ途中加入するけど希望の同盟に行きたいって言った時に違う州に出ちゃったりすることはかなり確率は高いので、そこからまた流浪して合流しないといけないとか、そういうことになっちゃうんですよね。はい。まあ初めてねちょっと途中加入してみたので、ご報告でした。はい、よろしくお願いします。さて、生まれたものはいいが本赤と一緒、もう大辺境地ですね。すごいとこ生まれたな、これ。はい。まあ、ガチじゃない。で、まあね、ほんと過密だったら、私、エントリーやめようと思ったんですよ。まあ、やっぱガチな人もたくさん入ってやった方がいいと思うんですけども、そのライブ配信の時にエントリー状況を見ると、だいたい2000から2400ぐらいの間じゃんかな、と思ってたんです。1サーバーは入らないけど、2サーバーにしたらちょっと、ガラ空きまではいかないんですけど、ちょっと悪臭が出る感じかなと思ってて、まあそれだったら入ってもいいかなと思ったんです。おそらく1000から1200入ってるんだと思うんです。ちなみにこの駅州もめちゃくちゃまだガラガラですね。ガラガラで、ちょっと同盟の順位見てみましょうかね。序列入ってた個人が、はい、こんな感じです。優州、紀州、平州ですね。優州2つ目、陽州、紀州、紀州1つ、青州でしょ。領州とか見えないもんね、これ。領州いなさそうだよね。慶州もなんか少ないが、この孫悟さんって僕聞いたことある。一緒のサーバーなってことある。これ、領州慶州はもしかしたら2週スタートされてるかもしれないね、これは。うん、
可能性が十分ありますね。はい。優秀大きいとこ入ってるんですね。なんか駅州領収がちょっと少なそうな予感はする。で、駅州にこれいるん、これ多分ベトナムでしょうね。ベトナムチームが一ついると、まあ200名規模かもしれないけど、全体的にちょっとでも少ないと思います。はい。で、大使ランカーはね、本当東卓軍まだね、本赤の方も殲滅できてないんですよ。全部殲滅しないと報酬が得られないとい う, しんどい仕様となっております。まだ4つ軍団残ってるのかな。で、2つはほぼ壊滅状態です。あとでも2つ丸々残ってる中で、本赤ももう下手したら2週間とか、長くても1ヶ月以内な、1ヶ月もいかないでしょ、3週間以内とか、まあそれぐらいでは終わると思うんで、それまでに東卓軍をね、殲滅しないといけない。これ全部殲滅しないといけないというところがやばいというところでございます。はい。隣ドラキュラさん、ね、ドラキュラさん、ね、ドラキュラさん、そう、大きい同盟のところだと。ああ、そうね、ビエナ。大気の人だね、さっきのベトナム同盟。ちょっと右に封鎖仕掛けちゃろうみたいな伺いがあったら、ちょっと下伸ばしてます。これ辺境なんで、下に伸びないと、もう土地取れないんですよ、ね。で、ここ、戦場鉱山地帯なんですよね。ここ、五種軍なんで。右ルートを取れないぞ最初。ここをちょっと伸ばしていっとかないと、下までちょっとある程度封鎖されちゃうって。多分とんでもない、この上の鉱山地帯、戦場鉱山地帯は私多分独占ですね。上のルートがないはずなんです。もうこれ囲いルートもなくて、他の侵入ルートが、私これ独占できます多分。やったー。ここね、ここまでは来れるんだよ。ここまで来る、こっから北が行けないはずない。行けないよね、これ。行けなさそう。さあ、この中は独占、私。6土地ある、5土地。5、8もある。9もあるじゃん、9も。やったー。というところで。戦場地帯はいただきゲットだぜというところですね。とんでもないところまでだなというところで、まあ本赤もね、もちろんやってますけども、もうちょっとで終わるし、その戦備区入った時ね、ドラキュラさんと空いた時間というか、うん、暇な時間になると思うので、このサーバーが勢力1万なんとか、本赤の次のシーズンまでにぶち上げて、武将貸し出しシステム、これをね、できればいいかなと思います。まあ、1034の方もね、よろしくお願いします。日本の方もいらっしゃるようでございます。はい。ということで、お酒は私、夏川雅也でした。ありがとうございました。